皆さんこんにちは。野北教授の YouTube チャンネルへようこそ。今日はですね、私の趣味といいますか、奇跡ということで時計について話させてもらいたいと思います。実はですね、私これいろいろ時計持ってるんですけれども、セイコーのですね、セイコーって松田聖子じゃなくて、こうセイコーですね、セイコーの時計の、ちょっと収集癖があるんですよ。収集癖って言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれども、これはですね、私が生まれた年1966年に製造されたセイコーの時計をはめるってもう決めちゃったんですよ。でそれはですね、ちょっと前になりますけれども、技術公演でセイコーさんに行って、セイコーさんでちょっといろいろ技術公演をしたんですけれども、その長野のその時計がこうあるんですけれども、ですね、1966年といいますと、私が生まれた年なんですけれども、ちょうどその頃ですね、セイコーの時計が世界一になったんですよ。その世界一のコンペティションで、確かですね、その時オメガが一番すごい正確な時計だったと思うんですけれども、それをこう抜いちゃったということで、1966年というのはすごくこう日本の時計産業といいますか、精密機器産業にとってエポックメイキングな年だったというふうに思うんですけれども、その当時の最高の時計をはめたいなということで、しかも誕生年のなんではめたいなということで、今普段はめてるのはですね、これ自動巻きって言って、その振ればその勝手にこう巻いていくという機械式の時計なんですけれども、これのセイコーマチックというものの、35隻で、35隻とか何隻とかいう石って書きますけれども、石っていうのはこれルビーがちっちゃいルビーが入ってて、その回るところのその何ていうんですかね、ベアリングみたいになってるんですよ。でその石が多ければ多いほど、ちょっと高級というかいう感じになるんですけども、35隻も入ってるこのセイコーマチックという、そのこれよく見てください。ここにくるくるっていうルーズがついてるんですけれども、これが下の方についてて、実は負けないんですよ。これ自分では負けないんですね。でどうやってこう動かすかと言いますと、振って動かすんですよ。で振ると中に振り子が入ってて、それで自動的に巻くということなので、その当時結構高級な時計なんですけれども、社長さんとかはね、あんまりこうはめなかったらしいんですよ。なんでかっていうと、社長さんとかタクシーとか乗って歩かないんで止まっちゃうというね。ですからこれ今普段はこれをつけまして、私、朝と夜の、犬の散歩と、あとジムでもこの時計をつけながらこう常にこう自動巻きをしているという、健康のためにですねやってるというのがあるんですけれども、旅行に出た時はですね、何をつけてるかと言いますと、これですね、この時計。これはちゃんと機械式の、巻き時計なんですけれども、これはセイコーマーベルという時計で、これも1966年製ので、セイコーマーベルは、すごいこう正確な時計で、多分この時計がまさにこの1966年に、オメガを破って、世界一の精度の時計になった時計だというふうに思います。ですからこの時計はこの普通に巻く時計なんですけれども、この時計を、海外に出張するときには普段はこれを使ってます。でもう一つですね、これキングセイコーという時計があるんですけれども、もう今はないんですけれども、今GS だから、グランドセイコーですかね。今グランドセイコーっていうのが、ありますけれども、これはキングセイコーという、グランドセイコーに似たような裏も見てもすごい、時計ですけれども、この時計は、なんかの、重要な式典であるとか、いろんなところに出ていく時にはこれを、使うということで、海外に行く時にはこの普通のロードマ、普通のって言ってもこのすごいロードモデルで、なんかの重要な会議であるとか式典の時にはこのキングセイコーを普段使っているということで、この3つが普段私が使っている時計になります。ということとですね、あとですね、ソーラーカーレースに出る時だけはですね、ソーラーカーレースに出る時はこれ、ソーラー時計ですね。このソーラーで、蓄電して、やるクォーツの、セイコーの時計なんですけれども、ソーラーレースの時だけはこのソーラーのやつを、使ってますけれども、普段はこの3つの時計を使ってると。でそれ以外にも実は1966年製の時計があと1234あと5つ、持ってるんですけれども、これ以上ちょっと増やすことはないんですが、私の生まれた年っていうのは日本の精密産業にとって一番こう輝かしいというか、すごい破竹の勢いで世界の、トップレベルに上り詰めた時のであったということで、この時計をこう趣味にしているということです。ということで、今回はそれで、時計に興味のある方は是非ね、セイコーの、時計博物館、東京にありますけれども、予約制なんで予約しないと入れないんですけれども、そこに行くことをお勧めします。すごいいっぱいいろんな時計があって非常に面白いということで、今回の話を終わらせてもらいます。